こんにちは、斉藤直樹です。今回は株式会社セルシさんの提供で、初心者でも絵がうまく描ける超強力な機能。っていうかこれもうはっきり言ってずるいやろっていうぐらいめちゃくちゃ使えるクリップスタジオペイントの機能紹介をしていこうと思います。結構ですね、僕プロ絵師として皆さんの声を聞いていると、プロを目指していない人であっても、趣味としてね、絵を描いてみたいっていう人、ものすごく多いんですよ。でもね、じゃあ実際に絵を描いてみるかってなった時に、自分はちょっとやっぱり絵を描くの躊躇しちゃうな。下手とか言われたら、やだな。ってね、二の足を踏んでしまう人が多い印象です。でね、その大きな原因の一つが、やっぱり絵の描き始めの難しさだと思うんですよ。だってね、例えばハマっているゲームとか漫画とか、あとは VTuber とか、好きなキャラクターがいるからキャラクターイラストを描いてみたいってなったとしても、人体を描くのってもうその時点で難しいんですよね。人体の構造を勉強したり、顔や手足、体の自然な比率を勉強したり、構図やポージングを勉強したり、もうその段階でめちゃくちゃハードル高いじゃないですか。だからね、それを前にして、自分には無理だって諦めちゃう人かなり多いと思うんですよ。よくわかります。でも大丈夫。そんな皆さんにこそこの動画見てほしいです。クリップスタジオを使えば、そこでつまずいていた人の悩みをきれいに払拭して、人体の勉強なんてせずとも魅力的なキャラクターイラストを気軽に描き始めることができちゃうんです。今回の動画では初心者でも気軽にゼロからイラストを生み出すときに非常に便利なクリップスタジオの機能を紹介しつつ、実際にイラストを描いてみちゃおうと思います。いや、これ見たらみんな多分真似したくなっちゃうと思いますよ。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。 3D モデルを使って顔のラフを描こう。はい、まず最初に紹介したい機能が 3D 素材の頭部モデルです。もうこれがあるだけで誰でも整った顔が描けるようになっちゃうんじゃないかっていうぐらいずるい機能なので注目してください。やり方は簡単です。素材パレットから 3D 素材頭部モデルを選択します。そしてこれを画面にドラッグするだけ。画面にドラッグした頭部モデルは、画面をドラッグすることで回転させて自分の好きな角度に調整することができます。それと頭部モデルは様々なパターンから選ぶこともできます。こんな風にデフォルメの効いたチビキャラのモデルも用意されていますので、これを透かして描けばこんな絵が簡単に描けちゃいますし、シュッとした男性モデルもありますので、こんな風にイケメンを描くときにはこれが役立ちそうですよね。そしてそしてこんな感じで骨太のガタイのいいモデルもありますので、こんな強そうなキャラを簡単に透かして描くこともできれば、はい、こんな風にね、頭蓋骨の形がわかりやすい老人のモデルもあったりしますので、こんな絵も簡単に描けちゃいます。デフォルトで入っているモデルだけでもかなり幅があって便利すぎてもずるい。あ、最初にね、一応言っておくんですが、僕さっきからね、ずるいずるいって言ってますけど、今日紹介する機能普通にプロでも使ってます。まあ、今言ったのはね、ずるいぐらいに便利な機能っていう意味です。ずるいから使っちゃダメとかじゃ全然ないので、勘違いしないでくださいね。いやー、こんな機能を使い放題でお絵描き始められちゃうっていうのが、純粋にめちゃくちゃ羨ましいですよ、僕的には。てか正直、これがあるからクリップスタジオを使っているっていう人、プロでも結構いるんじゃないでしょうか。はい、ただですね、ここまで聞いてこう思った人もいると思うんですよ。こういう素材って汎用的には作られているものの、自分の描きたいキャラのデフォルメ感から遠いと全然参考にならないんだよなって。はい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 、わかります。でもね、そこがクリップスタジオのすごいところ。そんな時には顔のブレンド機能がすごく便利です。頭部のモデルを選択してツールプロパティを開くと、顔のブレンドというメニューがあります。これを開いて、例えば少し顔の年齢感を上げたかったら、この男性モデルのアイコンを選択して、このバーを上げて、ブレンド率を上げると。ほらほら。このモデルの要素をブレンドすることができました。しかもね、この顔のブレンド機能が便利なのは、1個だけじゃなく、いろいろな顔をブレンドすることができるっていう点です。今、男性キャラをブレンドしましたが、もう1個試しにブレンドしてみましょう。例えばこの海外のトゥーン調のキャラ、これもブレンドしてみると、少し目の距離や唇のニュアンスが調整されて、はい、
違ったバランスにすることができました。このようにいろいろなモデルの要素を足したり引いたりできるので、こんな風により男性的にすることもできれば、かなり頭身を下げたチビキャラにまでシームレスにバランス調整ができちゃうんです。でね、今はもともと用意されたモデルを使っているので局所的にいじることができませんでしたが、もちろん目だけを大きくとか鼻だけ小さくとか、そういう部分の調整もできます。ツールプロパティの顔パーツ操作を使えば、より詳細な設定がパーツごとに調整することも可能なんですね。例えば目の部分を選んで目の上下の位置を調整すれば、年齢感を微妙に調整することもできますし、目の左右の距離、そして目の幅、縦の大きさ、そして吊り目具合、垂れ目具合、彫りの深さがそれぞれパラメーターを変えることで調整できます。同じように鼻を選んで、鼻の上下の高さ、左右はこれは正面から見ると変になっちゃいますが、斜めから見た時にあえて線が描きやすい形状にするやつですね。そして横幅と、あと高さ、そして鼻のてっぺんが上向いているか下向いているか、あと鼻筋の高さなんかも調整できちゃいます。かなりね、きめ細かいですよね。このようにして各パーツを細かく調整しながら、自分好みの頭部モデルを作ることができちゃうんですね。いや、これすごいですよね。さて、それではケイちゃんの顔をトレースしながら、斉藤直樹っぽい顔モデルを作成してみちゃいましょうか。こんな感じでケイちゃんのイラストを薄く透かして、顔モデルをここに重ねてみます。で、このイラストに大体合うように、さっき紹介したパラメーターを調整しながらバランスを合わせていくって感じですね。あ、ちなみにね、顔パーツの顔の向きを選択すれば、顎を引いたり突き出したり首をかしげるような向きの調整も可能です。結構ね、自在ですよね。はい、こんな感じでケイちゃんの顔モデルが完成しました。透けているイラストを非表示にすると、はい、こんな感じ。ここで編集した顔データは素材登録をすることでいつでも呼び出すことができます。ツールプロパティの素材登録からこんな風に保存しておきましょう。それと今回は iPad でほとんどの操作をやっていますが、パソコンでもスマホでも今回紹介する機能を使うことができますので、 iPad 以外の方も心配いりませんよ。 3D モデルを使って手や全身のラフを描こう。さて、次は全身のパーツを使ってポーズと構図を決めていこうと思います。顔だけの絵を描きたい時にはさっき紹介した機能だけで十分ですが、まあ、でもどうせ 3D 機能を使うならね、より複雑なバストアップのポーズのイラスト描いてみたいですよね。まずは 3D 素材に、もうすでにこんな風にいろいろなポーズがサンプルとしてあるんですが、そこから自分が描きたいポーズに近いのを選びましょう。今回僕の場合にはこの頬杖をつく02っていうのを使ってみます。このポーズを画面にドラッグして、ツールプロパティから女性っていうのを選ぶと、女性の体つきに変換できます。そしたら体の向きとか首とか顔の向きをこの矢印を操作すれば調整できます。自分のイメージ通りのポーズや角度になるように各部位を調整していきましょう。最初はね、ちょっとコツをつかむ必要があるんですが、慣れれば簡単にポーズを変更することができるようになると思います。はい、こんな感じでしょうか。そして、手のポーズはこのツールプロパティのハンドポーズの下に表示される三角を利用するとかなり自在に調整できるので便利です。このグーパーのアイコンをまず選択して、基本になる形を選んだら、中心の三角の部分をドラッグしてみると、ほら、選んだ形を基準に指を開いたり閉じたり、指の間隔を広げたりしてくれます。指一本一本の角度を初めから調整するのは結構ね、手間なので、この操作方法はものすごくいいですよね。あと、場合によってはカメラを使って手の表情を調整することもできちゃいます。このね、ハンドスキャナーボタンを押すとウェブカメラが起動するので、カメラに向かって手のポーズを撮ってみましょう。するとカメラの自分の手と連動して、画面のモデルの手も一緒にね、動いてくれちゃいます。これめちゃめちゃすごくない?これをね、うまく利用してポーズを取るのもありですよね。あと、ライティングがちょっと気になるなーっていう場合には、この光源の影響を受けるっていうのからチェックを外せば、ワイヤーフレームだけの状態にすることもできます。
光源を動かしてより見やすいライティングに調整することもできますね。はい、こんな感じで OK かな。さて、ここにさっき作った自分の顔モデルを合成してみます。さっき保存しておいたモデルを画面にドラッグしてと、はい、このポーズに合うように顔の角度を調整したら、これでポーズラフができちゃいました。今のところね、全身モデルに自分の作った顔パーツを合成することはできないみたいなので、このように自分でね、ガッチャンコと合体する必要があるんですが、操作がね、結構簡単なので、そんなに難しい感じはしないと思います。はい、こんな感じで、今回トレースで使用するポーズ素体が出来上がりました。素体をトレースしてラフを描いてみよう。さあ、準備が整いましたので、ポーズ素体を薄く透かして、トレースしながらラフを描いていってみましょうか。僕がね、クリップスタジオでとにかくいいなって思っているのは、アプリがとにかく軽くて、線がスムーズに引けるところ、滑らかな線が描きやすいところです。僕は普段メインで違うアプリを使っているんですが、そんな僕でも線を引くときにはクリップスタジオを使用することが多いのは、そういう理由なんですね。それと、いろいろなブラシを無料でダウンロードできるのも素晴らしいポイントです。様々なクリエイターが無料で便利なブラシを公開してくれているので、それをね、いきなり使い始めることができちゃうんですよ。これ例えるなら、RPG ゲームを始めた次の瞬間、最強の剣をもらえちゃうっていう、そのぐらいすごいことだと思いません？いろいろなね、ツールがあるので、ぜひ自分向けのブラシ素材探してみてくださいね。歪みツールで整えよう。さて、とりあえず途中まで描いたラフなんですが、皆さんイラストを描いていて途中で、あれ、ちょっと形おかしいな、直したいなって思うことってありますよね。ちょっと目を大きくしたい、小さくしたい、ちょっと横にずらしたい、でも描き直すのはめんどくさい。そんな時は歪みツールを使って調整するのが便利です。ツールバーから歪みツールを選んで、ツールプロパティを開くと、様々な歪ませ方を選ぶことができますね。こんな風にしたり、あるいはこんなのとか、こんなのとか、ぐにゃー。はい。こんなのまで。これを駆使して、もうちょっとこうしたいなーって気になる形状を、少しずつイラストを歪ませながら、絵を調整していってみます。まあ、これもしかしたらね、歪みツールまで使うのはちょっとずるすぎるかな。自分の力で描いている感じがしないから、ちょっと使うの躊躇しちゃうんだよな、なんて迷ってしまう人もいるかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。大丈夫、心配いりません。だってね、どう歪ませてどう調整するか決めているのはあなた自身です。それをツールがやりやすくしてくれているだけに他なりません。それにね、さっきも言いましたが、プロでもガンガンこういう機能は躊躇なく使っているので、心配せずに機能を最大限に有効活用していきましょう。はい、そもそもね、アプリを作っている側だって、この機能を皆さんに使ってほしくて汗水垂らして開発してくれているわけですから、僕らがね、どんどん使った方が作った側だって嬉しいはずじゃないですか。はい、喋っている間にラフがこんな感じで出来上がりました。イラストを仕上げてみよう。さて、ラフを透かして清書をしていきましょうか。もうここまでできたら、あとはもう楽しい作業、線画と色塗りをやっていくだけですね。いやー、やっぱりですね、イラスト初心者にとって一番難しいのって、一番最初の書き出しの部分で上手に形が取れないところだと思います。でもね、今回紹介した 3D 機能はそこを強力にサポートしてくれるわけなので、デッサンに自信がないっていう人であっても、自信を持って絵を描き進めていくことができますよね。僕も今回は迷いなく線を走らせることができています。さあ、線画が終わったので色を塗っていきましょう。サクサクいきますよ。線が描きやすいからクリップスタジオが好きってさっき言いましたが、僕地味にね、色を塗っていく時のバケツ塗り、ベタ塗り作業もクリップスタジオが好きな理由で、他のアプリだとね、線が綺麗に閉じていないとバケツ塗りが綺麗にできなかったりするんですけど、クリップスタジオは多少線と線の間に隙間が空いていても、うまくね、そこを処理して塗りつぶしてくれちゃうんですよね。これがあるからね、もうほんと好き。線をね、ギャ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 って勢いよく描いていくようなラフな絵柄を描く場合にはなおさら助かりますよね。さあ、背景を描き込みつつ、手前にもエフェクトを追加していき、全体を塗り重ねて、イラスト全体を仕上げていったら、はい、
ズルして描きます。クリップスタジオの初心者でも絵がうまく描ける機能を使って描いてみたケイちゃんのイラスト完成です。はい、いかがでしょうか。顔の前にね、手を重ねるポーズって多分初心者にとってはめちゃくちゃ難しいポーズの一つだと思うんですが、ポーズの素材とかね、探しまくらなくても、そしてデッサンの練習を数十時間繰り返さなくても、かなり簡単に難しいポーズをサクサクっと描けちゃうのがお分かりいただけたと思います。ね、みんな今のを見ていてめちゃくちゃイラスト描きたくなってきちゃったでしょ？シンプルモード。そして7月から新たにタブレット版にはシンプルモードという機能が追加されました。はい、見てください。基本的な描画機能とピックアップされた便利な機能がコンパクトにまとまっていて、直感的で使いやすいモードです。クリップスタジオって色々なカスタマイズが自由にできる分、パッと見でね、ボタンがたくさんあって、初心者にとってはね、うわ、設定がたくさんあって難しそう、私に使いこなせるかなってちょっと心配になってしまう側面もあったと思います。でも、このシンプルモードを使えば、基本的な機能、最低限これだけ使えばイラストを描けるよっていうツールがまとまっていますから、使い始めのハードルがぐぐっと下がりますよね。ツールのウィンドウに画面が圧迫されないので、画面を広々と使えるのもメリットの一つです。モニターを目いっぱい使って、思い切り絵を描きたいっていう人、シンプルモード、ぜひ使ってみてください。ということで、いかがだったでしょうか。クリップスタジオの 3D モデルを使用して実際にイラストを描いてみたのは実は今回が初めてだったんですが、操作がすごく簡単で直感的だったこともあって、スムーズにイラストを描き上げることができちゃいました。今回クリップスタジオを使ってみて改めて思うのは、プロにとってね、使いやすいのはもちろんそうなんですが、お絵描き初心者にものすごく寄り添ってくれているアプリだということです。アップデートのたびにね、こんなのあったらいいなーって、そういう便利機能をどんどんと追加してくれるお絵描き初心者の頼もしい味方、それが僕が感じているクリップスタジオペイントのイメージですね。この動画を見てクリップスタジオペイント使ってみたくなったよっていう人はですね、動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、そこからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。